田島漁からン、田島漁からンは、兵庫県と岡市県から上町を経て、新温泉町域みを結ぶ日本海沿いを走る主要道路。兵庫県で初めて国土交通省の日本風景街道に選定された。全域が山陰海岸国立公園に属する東西約 50km の田島海岸は、起伏に富むリアス式海岸となっており、 山陰海岸の美しい自然景観を楽しみながら走行することができる。そのためツーリングやドライブコースとして人気が高い。6月から10月にかけての夜にイカ釣り漁船のイサリビが灯ることから名付けられた。兵庫県豊岡市家から田島海岸道路第二田島海岸道路を通り、上町霞区より国道178号。 兵庫県道2 6 5号3尾浜坂線を経て、再び国道178号を走り、兵庫県新温泉町育みに至る田島地域の海岸沿いをメインルートとしている。田島海岸のすべてが、山陰海岸国立公園及び山陰海岸ジオパークに指定されており、国の名称に指定された霞海岸や田島美穂の浦をはじめ、 美しい砂浜を有する竹の海岸の竹の浜など、特徴的な海岸地形を形成している。また、滋賀直古屋の名作、城の先にて、の舞台として知られ、外湯巡りが楽しめる木の先温泉や、海洋レジャー施設木の先マリンワールド、日本屈指の松葉がに水揚げ量を誇る霞港、浜坂港や、1912年に完成したトレッスル、橋としては、 日本一を誇るは丸部鉄橋、国民保養温泉地に指定された七釜温泉など観光スポットが多い。日本海の断崖と漁港を縫うように走り、日本海を眺めながら緩やかなアップダウンを繰り返すワインディングロードが続く。山陰海岸は天然記念物の鎧の袖をはじめ、洞門や洞窟、祈岩など独特の風景が連なる。ありがとうございます。